入れな。パパ。パンス、いいか。はい。風呂上がりで、機嫌がいいな。うん。機嫌がいいところ悪いが、一つ提案がある。お前の初めて喋る言葉についてだ。わかるか？服でも着よう。一回服を着ような。うん。だいたい赤ちゃんは、ママか、パパ、どっちを先に呼ぶか、この相場は決まっているんだ。おっと笑っているな。大体の赤ちゃんは、ママって最初に言うんだ。わかるか？一回袖でも通すか。うん、袖を通そう。ほら、マキシマム。ほら、笑ったな。うん、笑っている。大体の赤ちゃんは、ママって最初に言うんだ。おーっと、すごく喋るな。今すごく喋るんだな。ん？普通に可愛いな。なんでそんな普通に可愛いんだろう。困っちゃうな。うん。そこで私から一つ提案がある。まあまあと先に喋るのではなく、パパと先に言うんだ。どうだ？この提案。普通の赤ちゃんは、まあまあの方が先に言いやすい。これにはいろいろな理由があるんでね。それを説明すると、大体の時間、赤ちゃんは、ママと一緒にいる。だから、乳児の頃はママに愛着が湧きやすいというのが一つの問題。そして二つ目、まあまあとパーパーの言語的な言いやすさ。わかるか？まあまあは、赤ちゃんが言いがちない、まあ、などで、比較的言いやすい言葉になっているが、パパ、これは破裂音2連続という、なかなか乳児には発しにくい言葉の並びになっているんだ。まあまあとパパというのを決めたのは誰だ？おっと、笑っているな。ん？なんでそんな笑うんだ。かわいいな。ほら、ちょっとママって言いそうじゃないか、ダメだ。まあまあより最初にパパだ。俺は、あのママに勝ちたいんだ。だから世の中のパパはママたちに、私の方を先に呼んだんだよと言われてしまう。お母さんとかお父さんとか、そういう呼び名もあるんだが、ちっちゃい頃にそれはちょっとおかしいだろ。だから基本的にはちっちゃい頃にはまあまあかパパ。でも、まあまあではない。お、ちょっと今言いかけたな。今ちょっとまあまあって言いかけなかったか？ポンス、お前が先にまあまあ、パーパーより先にまあまあという言葉を発したら、俺は一生あのアヤナとかいうお前のまあまあにバカにされることになる。お、ちょっとまた言いかけたな。パーパーよりまあまあの方が先に言った私の勝ちだと。そんなことは許されない。家庭内で女の地位が上がってしまう。カカア天下という言葉わかるか？カカア天下はきついぞ。男どもは女の尻に敷かれ、そして尻の下でのうのうと生きるしかないんだ。今からでもそのカカア天下を防ぐことができる。まあまあより先にパーパーと言うんだ。お前は最近言葉を喋るようになってきたな。言葉は喋れないが、わーとか、そうだ、そういうやつ、そういうやつを結構喋るようになってきたが、今にもまあまあと言い出しそうで怖くてな。君が2歳3歳になった時にいろいろなおもちゃを欲しがるだろう。パパは真っ先にそれを買ってあげるぞ。ママはそんなもの買えばね、考えなさいとか言うだろうがな。今まあまあよりパパと発言し、カカア天下を少しでも防ぐことができれば、私の財布の紐も緩くなり、君に使うおもちゃのお金もどんどん湧いてくるというわけだ。わかるか？おーっと喋ってるな、かわいいな。パパってもう破裂音がやっぱり2つ連続だからむずいんだよな。
ダーディー、むずいな。濁点二つむずいな。ダーディー、むずいか。チチとかどうだ。チチ。ママとチチとかどうだ。チチだったら言えるんじゃないか。でもママの言いやすさには負ける。この野郎。パパって言ってくれたらだ。ママより先にパパと言ってくれたら。君にすっごくいい離乳食を毎週1回プレゼントする。普通はずっと普通の離乳食を食べるんだが、1週間に1回くらいパパがふんだんにとってもいい離乳食、離乳食の良さとかは俺は分からないが勉強しよう。うん、どうだ。パパって言ってごらん。パパしばゆうとかでもいいよ。しばゆうとか言える。いや、どうした。泣いてしまったようだ。まあいいんだ。君が最初にママと言おうとパパと言おうとどっちでもいい。ずっと君は僕の友達さ。最高のね。レレ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 レデン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 。俺がついてるぜ。俺がついてるぜ。辛いこともあるけど君はくじけちゃダメだよ。トゥ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 ばかりでもいつも俺がいる。君のすぐそばに君は友達。ペペ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 ペ